12月6日、鹿児島市にある鹿児島港八山2区に、鹿児島海上保安部のヘリコプター搭載型の新型巡視船、弓張が初入港した。この船は、緊張感を高める尖閣諸島周辺領海の警備体制強化などに対応する。今回は、この弓張とフィリピンに供与された巡視船たちの行方について見ていきましょう。鹿児島海上保安部には、同種6000トン型の大型巡視船が、全国の海保で、最多の5隻所属となり、弓張の就役によって6隻体制となった。弓張は、全長約140メートル、定員60人となっているほか、遠隔操作可能な放水銃や監視図書装置、40ミリ、20ミリ機関砲などを装備している。尖閣諸島周辺の警備や海上トラブルの対応を強化することを目的とし、鹿児島海上保安部には、巡視船あさなぎと弓張の2隻が2023年に追加配備されるため、搭載するヘリコプタースーパーピューマ225の愛称を募集していた背景がある。そして、全国から寄せられた216種類にも及ぶ応募の中から、巡視船あさなぎの搭載機に、大鷹、巡視船弓張の搭載機に、弓鷲という愛称が選ばれた。それぞれの名前の由来として、大鷹には、力強く、悠々と空を飛びながら、鋭い目で第10管区を見渡し、海の安全を守ってほしいとされ、弓鷲には、弓矢のように、まっすぐに速く飛ぶ鷲のイメージと、船名を組み合わせたという思いが込められている。2023年11月30日、弓張は、山口県下関市にある三菱重工業の造船所から海上保安庁に引き渡された後、洋上訓練を経て、12月6日に入港した。弓張の堀井和也船長は、大きさを生かした大人数の収容、捜索能力などを備えている。乗組員一丸となって対応できるよう、訓練を重ねていくと語った。2023年12月6日、第1管区海上保安本部と通信大手3社の KDDI、ソフトバンク、NTT ドコモは、災害時に通信機材を巡視船に積載する合同訓練を小樽港で行った。訓練には約50人が参加し、巡視船 S3 に3社が順々に持ち運び式のアンテナや無線機といった基地局の機材を積み込んだ。訓練の想定としては、災害発生時に孤立した被災地の通信サービスを復旧するため、通信事業者からの要請を防衛省が受けて、陸路で向かうことが困難な地域に、巡視船で通信機材を輸送するといった内容である。中でも、KDDI は、アンテナや電源装置など16点を、約20分で搬入を完了しており、同社須田雄一郎管理部長は、被災によって通信が断絶された場合、少しでも早く復旧する必要がある。訓練を積み重ね、災害時には、一刻も早く復旧できるようにしなければならないと話していた。また、一管本部の蓮見淳総務部長は、海保側も、取り扱いの注意点を確認できる貴重な機会だった。今まで経験したことのない災害を想定して備えたいと話した。フィリピン沿岸警備隊は、12月5日、ルソン島のスービック港において、日本から調達する予定となっている、全長約97メートルの大型巡視船が利用できるように拡張すると発表した。これは、まさに、南シナ海で、覇権主義的な動きを強める中国に対処するための措置の一つである。海上保安庁は、11月、フィリピン沿岸警備隊に、大型巡視船5隻を引き渡すことで合意していた。費用総額は300億ペソ、約798億円となっており、一応、円借款で調達し、2027年に1隻目が引き渡される予定である。言葉の通り、円の借款であるから、イコール有償資金協力なので、利息がついて戻ってくる予定だ。その多くは、日本の事業者を使う条件があり、本件も、日本の大手造船業者に発注することになる。いわゆる40年の長期ローンで、フィリピンは、日本に、元本と利息を返済するというわけだ。現状は、返済された元金や利息を、
さらに融資へと回して、利息が利息を生んでいる状態であるが、日本は、中国のように貸した国の港を乗っ取るような超闇金ではない。確かに、フィリピンの調達に応じるのもいいが、その大型巡視船を、まず、尖閣に5隻常時配置しておく選択肢はなかったのだろうか。現状だと、中国公船と日本の巡視艇の大きさがあまりにも違いすぎる。日本政府は、一体、誰に遠慮しているのかわからないが、尖閣においても、日本の国内法を適用して打歩、起訴、裁判と一連の法執行を、早急かつ、毅然と断行すべきだと思慮する。勝手に、固有の領土と主張しながら、日本の法律が適用できない地域の存在があるなど、国際社会では通用しないし、言語道断でしょう。フィリピンへ送られる巡視艇は、日本の平均的な巡視艇とは比べ物にならないくらい大きい。実際に供与した巡視船は、180トン級の備山型が10隻、1000トン級の国神型を、ベースに、対空レーダーやヘリ格納庫を増設したカスタムモデルが2隻となっている。ちなみに、国神型は20隻くらい新造されていて、海保の尖閣警備専従部隊だけで10隻配備されている。それに加えて、3000トン級2隻を加えて、合計12隻をローテーションさせて専従体制を敷いているといった状態だ。国が、身型をベースとして、フィリピン沿岸警備隊専用のテレサ・マグバヌア型巡視船2隻を三菱重工業が受注し、下関造船所江の浦工場において建造された。この巡視船は97メートル型で、中型ヘリコプターの離れ着船が、可能な甲板と格納庫が設置され、煙突が2本ついていて、当然、日本から引き渡すときは非武装状態である。ネームシップは、2022年5月6日、続いて、2番船のメルチョラ・アキノも、2022年6月12日には、フィリピン沿岸警備隊で無事に就役した。専従部隊には入っていませんが、沖縄区域を担当する11艦には、敷島型の系譜の6000トン級活軍艦構造の浅月も配備されているし、この巡視船は、フィリピンの1000トン級と比べると明らかに大きい。日本の超大型巡視船6000トン級としては、浅月、竣工、弓張であり、その他の4000から5000トンクラスも充実しているようだ。フィリピン沿岸警備隊は、12月2日、パラワン島から、西に300キロ余り離れた南シナ海の南沙諸島、英語名、スプラトリー諸島にある、サンゴ礁が生息する近くの海域で、130隻を超える中国船が停泊していることを発見した。翌日に、フィリピン当局は、中国と領有権を争う南シナ海の自国の排他的経済水域に130隻を超える中国船が集結していると発表し、船の数が増え続けていると警戒を強めている。周辺海域は、フィリピン側が自国の排他的経済水域だと主張しているが、中国がサンゴ礁を実効支配している勢いだ。沿岸警備隊が公開した現場の映像には、クレーンのようなものを搭載した大型の複数の船が錨を下ろした状態で並んで停泊しているのが確認されており、完全な乗っ取りである。国際社会は、この行為を絶対に止めるべきなのに、なぜ動かないのだろうか。当初フィリピン側は、巡視船2隻でパトロールを行い、立ち退き要求をしたが中国船は応じなかったということで、軍事的な訓練を受けた海上民兵が乗り込んでいると睨んでいる。現場の海域では、2021年3月にも200隻を超える中国船が集結しているのが確認され、フィリピン側が中国側に抗議していただけだったけど、先日の12月11日には抗議するだけでなく、船舶をぶつけ放水攻撃までやっているというが、これがきっかけで戦争に発展するとは思わなかったとならないことを願う。しかし、日本も中国に屈しない力と勇気を身につけてほしいものだ。